おい、これを見に来てくれ。はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4やっていこう。ちょっとサブクエストが長引いてるけど、今回も引き続きそれを続けていこう。で、ここなんだっけな、ナショナルガード募集局、ここで2人目の遺体を見つけて、また別の遺体の手がかりを掴んで、そこの通信アンテナ基地みたいなところに行く。で、今バレンタインが反応したこれになんとフュージョンコアが4つも入ってた。フュージョンコアって結構フィールドにあるっぽい。これでまたどんどんパワーマンを動かすことができる。いや、前回いきなりなんだっけ、ロボットみたいにできてミニガン多分全部消費させられちゃったから、またちょっと武器の整理してきて、これはそのまんま、ハンドガンを新しいやつにして、あとミニガンの代わりにロケラン持ってきて、そしてショットガンをオートマチックの武器にした。そのくらいかな今のところ。このバッツ強化をこの銃を愛用してる。じゃあアンテナ基地のところに行ってみよう。まだフュージョンコアたっぷりある。これで切れかけても売ればお金にして、結構ダイヤモンドシティとかの商人がフュージョンコアを売ってくれてるから、ある意味永久期間みたいな感じでフュージョンコアは供給できる。ここか、救難信号検出。オン、強度見ていこう。 30.59。 何？スーパーミュータント、スーパーミュータントといえば、あ、違う、このロケランどうもスーパーミュータントに有効的なランチャーだそうだから、一丁使ってみようか。27、あそこにもいる、2体いる。そこにいるのは誰だ。あ、おっ、あ、車が引火した。あ、バレンタイン大丈夫？もう一丁撃ってみようかな。あれ、他のミュータントどこ行った？あれ？あ、そこにいた。なんだ？くらえ。あ、かわされた。よし、あそこにいる。出てて。うお、うお、自爆ミュータント入れて、ほら倒れない。リロードして回復、これでラスト。大丈夫か、バレンタイン。スインバック核物質、スーパーミュータントスーサイダー、特攻野郎のスーパーミュータント。まだ上にいる。当たったり当たんなかったり、ちょっとバッツでやっていこう。その前に死体の反応が近いけど、レイダー、この人じゃない、50% ぐらいか。喋ってるスーパーミュータント、この辺りのコンテナじゃない。もう一丁、吐こうと思ってかけるわけじゃない。もう一体いる。ん、あれどこ行った。いや、こっからじゃ当てられないな。ここ腕、
よし、うお、撃っちゃう。いた、強いな、ランチャー。ほい、一発で倒れない。よし、なんだ、まだいるのか。駐車、これ腕、うん、いや、ランチャー撃ってくる。じっくり戦っていこうか。またランチャー、バハレンタインが。よし、ランチャー撃ってくるやつ、どうしよう。どこにいる？あれかな？これだ。あ、動いてる。おっ、足ヒット。よし、いただいて、バリタイン、しっかりしろ。どこ行った？そこか。近接攻撃やろうか。おっ、ヘッド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 。あれ、危ない危ない。バイオネット。よし、体力多いな。ミサイルランチャー。役に立つものはあるかい？特になさそう。さあ、全員やったかな。一体はどこにある？消火器、電波強度どうだろう。 66.39、 さっきよりは強くなってるけどな。この上のどれかかな。ここ登ってみよう。 76.86。 78.36。 ここじゃない。米国秘密工作マニュアル、完璧だ。ステルス時に見つかる可能性がさらに減少。あ、これ解除。やった、ショットガンシェル。じゃあそっちかな。そっちの塔行こう。あ、強くなってきてるぞ。強い強い、いた。なんだ、抵抗すらしなかった。スクライブファリス、これ切ろう。これだ。ファリスだ。パラディンがいなくなってから2時間経った。足からの出血を止められない。弾丸が動脈に当たったに違いない。ブランディス、もしこれを聞いたら、アストリンの元にちゃんと戻れたことを願っている。ああするしかなかった。北のバンカーに行ってくれ。北のバンカー、生き残れ。それが一番大切なことだ。切れた。バンカーを調べる。まだいるっぽいか。北のバンカーとは、ここは、ここ過去に見に行ったことあるんだよな。だけど鍵がかかってて開けれなかった記憶がある。ちょっと動画外で見に行ってみた場所。あそこか。よし、ちょっともうちょっとこの辺でアイテム回収して。よし、じゃあファストトラベルしようか。ここ
こう行こう。これ、日本語字幕モッドでプレイしたとき、ここ、銀行って名前になってたけど、格納倉庫の間違いだね。ここ、ファストトラベル。さあ、ファストトラベルした。ここか。道のりにちょっと、先に進んじゃおう。さあ、この先だ。この先は、あれなんだよな。動画外でちょっと、見に来たところがある場所。だけど、ここ以前、開かなかったんだよな。あ、開けれる。ホロテープによるものかな。ロック解除。開いた。あら？誰？どなたはんです？パラディン・ブランティス。動くな。一歩でも動いたら、そのクソ頭をぶっ飛ばすぞ。パラディン・ブランティス。誰に派遣された？どうやってここに入ってきた？僕には、君じゃなくて、左奥にある、フュージョンコアが見えてしまった。どれを言おうかな。BOS って言おうか。落ち着けパラディン。BOS の仲間だ。BOS だと？あれ？いやいやいや、そんなバカな。ここにいるわけない。彼らはずっと遠くにいる。置いていかれたんだ。一人ぼっちで。何が望みだ。どうやって見つけた？いや、BOS なんだけど。救難ビーコンについて。あんたのチームが残した救難ビーコンをたどってきた。ここが分かったのはホロテープのおかげだ。仲間が。彼らに何があったんだ？わからない、過去嘘。ホロタグを渡す。彼らは死んだ。タグを回収した。そうなのか。ありがとう。すごく嬉しいよ。みんなのところに戻ろうとしたんだ。できることは何もなかった。何一つも。でも願っていた。ここを見つけるためにたくさんの苦労をかけさせてしまった。何かお礼をしないと。何年もの月日をかけてたくさん収集してきたテクノロジーだ。テクノロジーだよ。欲しいものがあったら持って行ってくれ。ん？イエローの選択肢がある。聞いてみよう。BOS が必要としている。そろそろ報告に戻ってもいい頃だ。いや、戻ることはない。あ、ダメだった。昔と今は違うんだ。カリスマ性結構上げたんだけどな。ここに隠れていたのか。ここでずっと何をしてたんだ？その、偵察をしようとした。少しばかりの探索を。でも一人きりなんだ。あまりにも手に負えなかった。危険が多すぎるんだ。だから隠れているんだ。もうずっと。3年かな。そうだ、そのぐらいだ。長い月日が経った。大丈夫か？なんとかなる。隠れることにはすっかり慣れている。それに戦うことも誰にでも何にでも。もう一回風紀聞いてみようか。本当に考え直さなくていいのか。戻ってきてくれパラディン。いや、戻ることはない。遠慮して。あ、同じことしか言われない。昔と今は違うんだ。さようなら。さようなら。そしてありがとう。パラディンダンスに報告する。ここにフュージョンコアがゲット。ここにいるのがずっと。ブランディス。いいか、ただ必要なものを取ってさっさと消えてくれ。ここに3年もいたのか。あれは過去から飛ばされてきたんじゃない。狭い。いろいろあるけども。あ、電球。とりあえずこれで任務は達成。いや、選択肢間違ったら殺しかねなかったから危なかったな。ここはそういうところだったのか。よし、じゃあ報告の前にどうしようかな。このパワーマンサンクチュアリに置いてこようか。サンクチュアリに戻ろう。帰ってきたと。ちょっと気になったんだけど、あれ、満足度がなんか随分下がってるな。
住民増えてるけど、なんでだ。一旦脱いで、フュージョンコアがもう容量減ってたから、これは売っちゃおう。満足度が随分下がってたぞ。あれ、またここにみんな集結してる。知っておいてもらいたいんだが、みんなベッドの件で文句を言ってるんだ。え？ベッド？え？こうなることは分かってたんだ。この場所は本当に良くなってると思わない？手柄を全部自分のものにはできない、ね。息子さんが見つかるよう祈ってるよ。なんかみんな全然違うこと言ってるけど。とりあえず休もうか一回。朝になった。ベッドについて文句言ってる。そういえばあれだな、ちゃんとした明るいところにベッドを並べて置かずに、一部のベッドをまともにちゃんと作られてない家に大量に置いてたから、それがいけなかったのかも。ちょっと整理しようかな。あとパークを上げてお店を置けるようになりました。まあ、だからサンクチュアリのちょっとこの、まあ木の葉も何もついてないけど、ここにストアをこれからいくつかお金貯めて並べていこうかなと。でここに移住者を、ここなら焦ることなくできることだけやればいい。与えて、取引したい。もちろんだよ。間違った。装備を取引したい。なんだい。ん、あれ今できない。ちょっと物を交換したい。いいわよ。あれおかしいな。いや、何か買わないか。あ、できた。見てみよう。それは何より。あ、午前10時以降ぐらいからかな。これで取引をすることができる。だからとりあえず移住者さえここに割り当てれば、そこのお店の人となって買い物ができる。時々なんか人がいなくなっちゃうこともあるんだけども。まあ、あとはまだちょっとアイテムが足りてないぐらいかな。あとそうだ、ちょっと入り口に建物を置いて防衛施設を置くのがちょっと不格好すぎたので、こっちの入り口の方は全部取っ払って、でこっちに、なんだろう、これセンスのかけらもないけど、ここにと川に浮かべた建物を作って、ここにもう全部無造作にタレットを並べたと。あとライト、こんな感じかな。もうちょっと銅を貯めて光を灯さないと、この街に。じゃあちょっとパラディンダンスのとこ行く前にベッドもうちょっといいの並べてこう。スタジスすげえとこ入ってんな。ハマってるけど、ちょっとベッドに関しては動画外でもうちょっと調整してみようかな。以前は満足度80ぐらいまで近く行ったことあるんだけど、なんか下がったり上がったりを結構繰り返している感じかな。なんか完璧な街づくりはまだ結構難しい。あ、で、アーマーの方も来た。作物がかなり入ってきてる。アーマーはいるかい？もちろん見てみるよ。の人からは、持ってるのはこれ。アーマーの取引をすることもできる。だ、こういうトレーダーを設置するために結構パークのアンロックが必要だったから辛かった。さてじゃあサンクチュアリはどんどん発展させていくことにして、パラディンダンス報告、パワーマンも置いていこう。さあ来た報告。戻ったら、パトロール隊について何か情報は。異物を求めて連邦を探し回っているのは我々にもいる。生存者は一人。パラディン・ブランディスだ。パラディン・ブランディスは生きていたか。精神が不安、どれしようかな。精神が不安定だ。彼のことが心配だ。被害妄想に苦しみ不安定になっている。当然だろう。生き延びたことが奇跡だ。他に何か話すべきことはあるか。ホロテープは。ホロテープが欲しいか。ああ、預かっておこう。無事に戻ったらテープが近親者に届けられるように取り計らおう。以上だ。よし、君の調査をもとに詳細な報告書を作成する準備に取り掛かろう。
無事に戻ったら BOS が彼らを追悼するよう取り計らおう。このような状況か、あまり報酬を弾むことはできない。できない。わずかばかりのキャップで満足してほしい。簡単な任務などではなかった。わずかでもないと思うけど。なかなかやるじゃないか、イニシエイト。上出来だ。ザ・ロストパトロール。警告かかったけど完了。レベルアップ。さあ、どうもまだリースだとか、この人たちからクエストは受けれるようだけど、まあ、とりあえず、ここまでにしてさ、メインクエスト再開していこうかな。どれだったっけ？これだ。リユニオンズ。ドクミと今どこにいるんだ？あ、ここまで行っちゃった。じゃあ、ハードウェアタウンに行ってから、あとを。よし、行くぞ、バレンタイン。ハードウェアタウンにやってきた。さあ、なんか、サブクエストばっかりで、目的を忘れかけてたけど、ケロックだ。ケロックの行方を追うんだ。一応、主人公は、もう息子を誘拐されたこともあって、ね、妻も殺されちゃったから、復讐心には燃えているはずだし。ドッグミート、どこへ行った？いた。ケロックの手がかりを探す。ん？ケロックにはここに留まる理由があった。探してみよう。後を追える何かがある。葉巻があるけど。サンフランシスコサンライツ。サンフランシスコサンライツ、ケロックのお気に入りだ。いいぞ。どう思う、続けられそうか？あ、またたどれそうなものが置いてあったけど、こんな分かりやすそうなところに置いておくかな、葉巻を。線路だとたどってる。お、モルラット出てきた。これ、あれ攻撃が出てこない。ほら、よし、まだ出てくる。よし、びっくりした。今どの辺にいるんだ。ここ。これでもうすぐにケロックに会いましたとかあるのかな。こう下行く。またなんかあった。ん、血で汚れた包帯。バレンタイン。あれ、バレンタインが来ない。ケロックの休憩所の一つのようだ。油断をするな。詰まってる。レイダー死んでる。血染めの包帯。ドッグミートはこれを追いかけられる。よし、奴を追いかけよう。これでまだ追いかけられる。スキンパックあった。点々と手がかりになるものが置いてある。あ、おこのハンドガンまた威力上がった。あ、でドッグミートに今探索をしてもらいながら、さらにバレンタインもついてきてるから、今お供が2人いる感じが。
小型の八尾具合。なんだこいつ。バツ。あ、硬そう。レザー銃。おお。料理できそう。建物あるぞ。なんかパーク開けちゃおうかな。よし、どんどんハンドガン上げていこう。ハンドガンパワーアップ。ハンドガン結構汎用性あるからね。警戒した方がいい。トラップだったかな。ん、またあった。グインネットスタウト、やつのお気に入りだ。こんなに手がかりあるか。いろんなとこに。ケロッグはまだその辺にいる。後を追わないといけない。どう思う、続けられそうか。毒ミットまだまだいける。橋が来た。どの辺まで来ただろう。結構来たな、奥まで。明るいな。集落がある。あ、お、うん、いいぞ。毒ミト、どうした。マイティミニガン 25% ダメージ上昇。強めのミニガンゲット。ハンドガンのダメージ上がってる。あ、まだいる。あ、強いハンドガン。ん？後ろ？突然変死だ。アサシン、シンスアーマー。なんかレアアイテムここに来てる。大丈夫。アーマーゲットした。装備しとくかな。首なんかついた。朝シン、武器をすんのを押す。とんでもないパーティー。警告、重大な。警告、重大な。アサルトロ。基地の傭兵を追跡。厳重注意せよ。基地の傭兵を追跡。厳重注意せよ。これもケロックの仕業。ここには何がある。エラー、システム崩壊。脚部の反応がありません。ここには何がある。エラーシス、うん、ケロックに違いない。情報確認。アソシエイト、ケロック、有名な殺し。まだ追跡中だ。あまり遠くへ行ってないことを祈ろう。行った。まだ先か。あ、なんかいる。モングレル。ほら。
一緒にいなくちゃいけない。少なくともケロッグを見つけるまでは。お、どうした、何を探してるんだ。近づいてる、詰まってるよ。あの犬はとんでもない花の持ち主だ。ケロッグを嗅ぎ出した。嗅ぎ出した、詰まってるよ、毒味と。古い軍の基地だ。奴はここに隠れているのか。軍基地、あ、これか。フロートフライがいる。あのフライやっとくか。あ、襲ってこないならいいか。タレットがあった。あ、上にもある。平原砦。ここか。ここにいるのか。ドッグメイトが奴を嗅ぎ分けるのは分かっている。ここからは二人でやろう。ドッグミートは休ませてやろう。オッケー。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫、ドッグミート、挨拶しただけだ。よし、じゃあここから先はニックと。じゃあ今回はここまでしようかな。ケロックが潜伏している可能性があるところを毒味とか見つけてくれた。じゃあ次回はここからやっていこう。今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。